はい、こんにちは、トムです。のっけからもういきなりお花が前面に映ってると思うんですけれども、今日は僕が最近買ったりとか、いただいたりとかしたお花を、全部紹介したいと思います。はい、見ての通りたくさんお花があるんですけど、ちょっと買いすぎじゃねっていうふうに思われるかもしれないんですけど、まあ買いすぎではあるとは思うんですが、どういうふうに植えたりとか、なんでこのお花を選んだりとか、まあ、おすすめポイントとかそういうものを交えながら、まあ、バババッと紹介していきたいなっていうふうに思います。はい、まずこの白いトレーに、たくさん入ったお花たち、これ全部でいくつあるかちょっとわかんないですけれども、カラーリーフだったりとか、まあ、黄色いお花とか紫のお花とかあると思うんですけれども、何に使うかというと、これで寄せ植えを作ろうと思ってドドドンとこのトレー分、1トレー分買ってきました。ハンギングバスケットに植えようと思って買ってきたんですね。それでハンギングバスケットにまん丸くこんもり、前2ヶ月ぐらい前にオステオスペルマムの寄せ植えも作ったと思うんですけれども、どれぐらいお花を使うかというと、このワントレーにふんわりお花が埋め尽くされるぐらいの量の苗の数が、必要なので、これぐらい買ってきたっていう風で、まあ、これは全部一つの寄せ植えになる予定のお花たちですね。こんな感じで、まあ、ハンギングじゃなくてもこういう組み合わせで、普通に丸い鉢とかプランターとか花壇とかに植えてもらっても、寄せ植えチックっていうか寄せ植えになると思うんですけれども、どんなお花を買ってきたか紹介します。はい、トレーにたくさんお花が入ってたと思うんですけど、まあ、中の種類で言うと、まあ、大きく分けて4種類ですね。メインのお花としてこちらのお花、スーパーチュニアビスタのミニブルースターだったかな、スーパーチュニアビスタミニブルースターを、こちらを買ってきました。これがメイン の, お花として、これをですね 1,2,3、 こちらを5つ買ってきました。このスーパーチュニアビスタミニブルースターを5つ買ってきました。で、もう一つのメインのお花として、こちらのサンビタリアですね、小さいひまわりみたいなお花が咲いて、まあ、こんもり横にしだれるように咲いていくキク科のお花なんですけど、この紫と黄色の反対色の小花を合わせる形で、ちょっと自然な雰囲気もありつつお花が小さいので、この組み合わせで寄せ植えを作ろうと思ってこちらの2つをメインで買ってきたっていう風ですね。それでスーパーチュニアビスタミニはスーパーチュニアビスタのシリーズということで、とても暑さとかに強い、雨とかにも強い、ペチュニアのシリーズとして皆さん知ってると思うんですけれども、寄せ植えでハンギングにするとやっぱり移動が、めんどくさいっていうか難しいっていうところがありますので、雨に強くて、小さいお花が咲いてくれる品種ということで、個人的にペチュニアをメインにしたハンギングの寄せ植え作りたいなと思ってたんですけれども、どんなペチュニアまたはカリブラーカを使おうかなって悩んでたんですけれども、やっぱりお花とか葉っぱが小型の方が作りやすいっていうのと、しだれるタイプとどんどん上に伸びていくタイプよりもマウント型っていうのかな、こんもりしでるタイプがハンギングでは丸く仕立てやすくて使いやすいので、こちらのスーパーチュニアビスタミニブルースターを買ってきたっていう風ですね。ちなみに今日このハンギング用で買ってきたお花は1箇所のホームセンターで揃えたので、そのホームセンターで買えるお花で寄せ植えを作るっていう縛りのもとを選んできたっていう花ですね。こちらのサンビタリアっていうお花、去年も実は育ててて、サンクエールと一緒に寄せ植えにしたんですね、プランターに。また写真載せておこうと思うんですけど、ただ高温多湿が苦手なお花ということで、夏の間ほとんど開花しませんでした。それで夏の間枯れちゃったりとか、秋に復活するものもあったんですけど、そこまで咲かなくって、うちではちょっと暑さでやられちゃったっていう風なので、春今植えて、まあ梅雨明けまでは頑張って咲いてくれると思うんですけど、梅雨明けした後本格的に暑くなってくると、ちょっと姿が消えるかなと思うんですけど、まあそれも見越してハンギングなので、たくさんお花をギュギュギュッと寄せ集めて植えるので、まあ最初は黄色と紫のお花があるけども、もしこのサンビタリアが消えちゃったら、この残ったスーパーチュニアが茂って紫とこの白の寄せ植えになるかなと思って、まあ消える前提というかね、これが消えても大丈夫なような組み合わせで考えて買ってきたっていう風ですね。はい、残りはカラーリーフなんですけれども、こちらのカラーリーフ、斑入りのペチュニアなんですね。サンサキフレットパープルっていうことで、斑入りの葉っぱとこの濃い紫のお花のコントラストが綺麗な、こちらの
斑入りのペチュニアを買ってきました。斑入りのリーフで明るい印象を作りたかったんですけれども、ヘデラ以外のカラーリーフで斑入りで明るいリーフで夏の朝に強い、お花というかリーフがなかなかなかったんですね。そんな中このペチュニアを見つけて、まあ、ペチュニアもちょっと夏の暑さとか苦手な部分もあるんですけれども、まあ、ある程度対処性はあるかなっていうことで、こちらはお花を楽しむというよりはカラーリーフとして取り入れたいなと思ってこちらを買ってきました。これもね、枝がシューンって横に伸びていくので、ハンギングのカラーリーフとしては地肌を隠すというかハゲ隠しでいろんな隙間に埋め込めれるので、こういうリーフというかお花使いやすいと思ってこちらを選んできたっていう風ですね。はい、残りのリーフとしてはヘデラ、ゴールデンヘデラっていうのかな、ゴールデンヘデラって書いてありますけれども、白と青っぽい葉っぱのヘデラとか、まあ、グリーン一色のちょっと濃いヘデラとかいろんなヘデラがあるんですけれども、今回はこの黄色っぽいゴールデン色の黄色っぽいヘデラを2株買ってきたっていう風ですね。もう一つはこちらリシマキアペルシャンチョコレートということで、こういうタイプの銅葉のリシマキアですね。ちょっとミッドナイトサンとの違いがよくわからないんですけれども、銅葉のリシマキアを買ってきたっていうことで、こういう明るい色のリシマキア、オーレアっていうのもあるんですけれども、それはちょっと夏の直射日光に当てちゃうと少し色が悪くなってあんまり綺麗じゃないっていうのがあるので、まあ、この銅葉のリシマキアが夏の間どれぐらい綺麗な葉っぱを展開してくれるかちょっとわかんないんですけれども、銅葉の方が、そういう汚れとかその変色が目立ちにくいかなと思ってこちらのペルシャンチョコレートを選んできたっていう風ですね。特にこのペルシャンチョコレート、リシマキアは株分けできるので、たくさん株分けしていろんなところに差し込んで使うとアクセントになって使いやすいので、こちらを選んで買ってきたっていう感じですね。はい、ということで以上がハンギングの寄せ植えのために買ってきたお花たちということで、今数えてみたら17株ありました。いつもだいたい17から20ぐらい使うので、まあ、これぐらいの株数にはなるかなと思います。実際にハンギングに寄せ植えする動画はまた別で作ろうと思うんですけれども、まあ、配置を考えたりとかもうちょっとマニアックなお花の組み合わせのお話なんかはメンバーシップの方で寄せ植えの構想を練る会っていうのがありますので、もしよければメンバーシップ参加してそちらも見てもらえると嬉しいです。はい、続いてこちらのお花たちですね。パッと見皆さん、あ、これ知ってるよってお花もあるかと思うんですけれども、まず自分で買ってきたお花、こっち半分ですね、それを紹介したいと思います。はい、まずこちら、クライミングサンパラソルですね。ホワイトと、レッド、レッドですね、大輪系のホワイトとレッド2つ、買ってきました。クライミングサンパラソルって、今年から新しく出てきたサンパラソルのシリーズなんですけれども、今まではサンパラソルビューティーっていうグループがツタがよく伸びる種類ということで、サンパラソルジャイアント、サンパラソルビューティー、普通のサンパラソルって3つあったんですけど、サンパラソルジャイアントとサンパラソルビューティーが一色多になって、こういう大きい大輪系のものとちょっと中輪系のもともとサンパラソルビューティーだったピンクとか他の品種も一色多になってクライミングサンパラソルということで、特にこのレッドとか多分ホワイトもそうなのかな、想像よりもすごく大きくてびっくりしたんですけど、サンパラソルジャイアントと言われていた大輪系のサンパラソルだと思うんですけれども、それも若干改良されていて花つきなんかが改善されてるみたいなので、初めて見た時、あ、この大輪系ってサンパラソルジャイアントじゃんって思ったんですけど、クライミングサンパラソルということでツタがよく伸びるタイプのこちらの赤と白を選んできました。少し前の動画で、クレマチスをネットに合わせたっていう動画があるんですけれども、そのクレマチスのネットが設置してあるもう半分のスペースに今ニゲラっていうお花が植えてあるんですね。その1年草のニゲラが終わった後にこのサンパラソルを植えて、クレマチスと同じネットに這わせて、ナティスに這わせてあるんですけれども、そこにツタを這わせて立体的な植栽にできるといいかなっていうふうに思って買ってきました。ただそのクレマチスが持ってるちょっと情緒的というか和な雰囲気と、このサンパラソルのこのなんだろう、南国チックなね、この雰囲気がちょっと合わないかなとも思いつつ、
結構ネットが広いので、まあ、一緒に植えてみようと思います。サンパラソル毎年育てていて、とても乾燥にも強くて病気とかにもならないですし、真夏よりも秋の方が個人的に開花してくれるなっていうのはあるんですけど、まあ、暑さとか乾燥に強いので、今年はこの新しく改良されたというクライミングサンパラソルを育てたいなと思って買ってきました。あと中輪のタイプでフリル咲きのレッドとかもあるんですけど、それも少し気になったんですが、まあ、あのサントリーさん一押しがこの、大輪のレッドということなので、せっかくなのでレッドとホワイト、買ってきたっていう風ですね。はい、続いて紹介するのは、こちらの酒田の種のサンパチェンスですね。これも今いろんなところで売られてると思うんですけれども、毎年このオーキッドっていう、ラベンダーピンクっていうのかな、青みがかったピンクのこの色を僕はよく買ってます。いろんな色がほんとたくさんあって、新色とかもどんどん追加されてるんですけれども、個人的にこのオーキッドが、花つきも良くて大きくなって一番育てやすいなっていう印象があるので、毎年このオーキッドばっかり買ってるんですけれども、これはうちのテラスじゃなくて職場の東側のちょっと日当たりが午前中しかないような地植えのスペースに毎年植えて、秋遅くまでたくさん咲いてくれるっていうので、それで定番になってますので、今年も3つ植えようと思って買ってきました。個人的にインパチェンスとかニューギニアインパチェンスの仲間がとても苦手なんですね。苦手おじさんなんですけれども、よく暑さに強いっていう花の代表でインパチェンスが入ってたりとかするんですけれども、インパチェンス、ニューギニアインパチェンスは暑さに結構弱いです。直射日光でも枯れてしまいますし、いくら日陰に置いていても真夏の間は開花が鈍ったりとか、それで秋から本領発揮っていうことなんですけど、このサンパチェンスのシリーズは普通のニューギニアインパチェンスに比べると随分暑さとか直射日光に強く品種改良されてはいるんですけれども、それでも直射日光や暑さは他の夏のお花と比べると苦手です。なので半日陰ぐらいに植えるのがちょうどいいかなって思うんですけれども、結構株が大きくなるので鉢植えだとね、水切れ気味になっちゃったりとかするので、地植えで半日陰のスペースに植えるのが個人的におすすめかなっていうふうに思います。逆に多湿には強いので、梅雨の間ですね、たくさん雨が降ってもあんまり日差しがなくても、そういう環境の方が得意というか、ぐんぐん成長して大きくなるので、このサンパチェンスが得意な場所に植えてあげれば本領発揮っていうことでめちゃくちゃでかくなってたくさん咲いてくれるんですけれども、苦手な環境とか乾燥させすぎたりするとちょっとうまくいかないっていうことにもなるかと思うので、植える場所、置く場所をよく考えて選んであげるといいかなっていうふうに思います。で、個人的にブラッシュピンクっていう色があるんですけど、それが一番好きな色なんですね。ここにはないんですけれども、最近ネット通販で実はポチっちゃって、今度5月の頭ぐらいにそのブラッシュピンクっていうサンパチェンスが一株届く予定なんですけれども、それはうちのテラスの地植えスペース、あの地植えチックなスペースがあるんですけど、そこに一株植えてみようかなっていうふうに思います。なんでブラッシュピンクが好きかっていうと、葉っぱの色が濃いんですね。お花は明るいピンクなのに葉っぱの色が濃くて、そのコントラストが綺麗だなっていうのと、お花もピンクのグラデーションで、インパチェンスのお花って平べったい形をしてるんですけれども、お花の色がグラデーションになっていて立体感があって、それがすごくいいなと思ってるので、個人的に一番丈夫なのはこのオーキッドなんですけど、好きな色で言うとブラッシュピンクが一番好きです。はい、ここまでは自分で買ってきたお花の紹介だったんですけど、残りここに置いてあるお花は PW のアンバサダーでいただいたお花たちですね。これもたくさんありますので紹介していきます。一年草の中では10個までお花を選べるんですけれども、ちょっと10個も選んでも置くスペースが、植えるスペースがないなと思って7株選んだんですね。その7株にプラスしてこちらの2つ、カインズコラボのブルーベリージャムとラズベリージャム、こちらも別枠でまた届いたということで、これらのお花を紹介していきます。はい、まずこちらスーパーゼラニウムチャンピオンオランジュですね。スーパーゼラニウムチャンピオンシリーズの新色のオランジュということで、オレンジっぽいお花が咲きます。まだつぼみの状態なんですけれども、これから咲いてくれるかなっていう風で、
ゼラニウム、僕結構好きとか、結構だいぶ好きっていうか、かなり好きなお花なので、乾燥に割と強くて高温多湿が苦手なお花なので、素焼きの鉢に植えようと思うんですけど、オレンジっぽい素焼きの鉢だとこのお花の色と少し被っちゃうなっていうふうに思ったので、グレーっぽい素焼きの鉢をちょっと買ってきて、それに植えていこうかなっていうふうに思います。最近いろんなハイブリッドタイプのゼラニウムが出ていて、どれも暑さに強いっていうふうな値文句なんですけれども、有名なカリオペっていう品種があるんですが、それのレッドが特に人気なんですね。確かに強くてよく枝が大きく伸びてお花もでかく立派に咲いてくれるんですけれども、株がちょっと暴れやすいっていうデメリットがあって、なんかアイビーゼラニウムっぽい感じで横に横に伸びていって、お花も結構重くて横に咲いてしまうっていうことがあるので、その点このスーパーゼラニウムチャンピオンのシリーズは一般的なゼラニウムのみたいな形でしっかりこんもり育つので、どっちが丈夫かはちょっと比べられないんですけれども、株の仕立てやすさでいうとスーパーゼラニウムチャンピオンのシリーズがおすすめかなっていうふうに思います。はい、続いてこちらのお花、ベゴニアダブレットのピンクを2つ選びました。ベゴニアダブレットってそういうスーパーチュニアとかに比べてちょっとマイナーなのかなっていうふうには思うんですけれども、めちゃくちゃ育てやすくて個人的におすすめですね。こういうタイプのベゴニア、普通一般品種もあると思うんですけれども、それ自体すごく暑さとか乾燥とか日当たりにも半日陰でも対応してくれて育てやすいお花なんですけれども、こちらのダブレットっていう品種はお花が八重咲きなんですね。コンペイトみたいな、ポンポン咲きのお花が咲いてくれるっていうことで、うちにもともとホワイトが植えてあって、まだベランダガーデニング時代からあったお花なので、もう 3,4 年育ててて、ずっと同じ鉢に植えっぱなしで一回も植え替えしてないんですけれども、毎年冬越しして咲いてくれるということで、とても丈夫で冬越しすれば長く咲いてくれますし、育てやすいお花です。でこのダブレットの特徴として、まずこの銅葉ですよね。まあ一般品種でも銅葉のやつはあるんですけど、ダブレットのこの銅葉が、個人的に銅葉のお花すごく好きなので、普通の植栽の中に一つ銅葉のお花がポンって入ってるだけで、とてもメリハリがつくので、この銅葉がめちゃくちゃいいなっていうのと、一般品種の普通の一重の、センパフローレンス系のベゴニアよりも、こんもり育ちますね。まとまりがいいですね。他の PW のお花って一般品種よりもでかくなったりとかたくさん咲いたりっていうことがあると思うんですけど、このベゴニアダブレットに関して言うと一般品種よりも小型でまとまりよく咲いてくれて、そういった意味でも育てやすくておすすめです。繰り返しになるんですけど、お花がこんな感じで丸っこい八重咲きのお花がポンポンって咲いてくれるので、お花が終わったら自然にポロポロポロって転がり落ちるんですね。普通の一重のお花だと平べったくてこの葉っぱにペタって張り付いて茶色くなってな汚くなったりとかするんですけど、このお花が丸っこいおかげで花柄が散った後もコロコロコロって転がって落ちてくれるので、株の状態が何もせずとも常に綺麗っていう状態を保ってくれるので、暑さにも強いですし、肥料と水さえやってれば秋遅くまで霜が降りる前に咲いてくれるので、特に楽ちんなお花ということでこちら2株もらいました。どこに植えるかというと、今10植えスペースにコメリのラビオラっていうピンク色のラベンダーピンクのお花が植わってるとこがあるんですけど、そのお花がもう終わりなので、そこのスペースにこの銅葉のこのピンクが入ったら絶対可愛いですよね。この銅葉がアクセントになるし、カラーリーフとしても使えるので、そこに植えたいと思ってます。はい、続いてこちらのお花、ニーレンベルギアオーガスタのホワイトですね。こちらのお花を選びました。ニーレンベルギアオーガスタのアルバブルーとブルーリングっていうお花を去年育ててて、すごく暑さにも強くて夏の間もしっかり開花してくれて、バッサリ切ればまたブワッて咲いてくれるっていうことが分かったので、その動画 PW の公式のチャンネルでも紹介してますので、よければそちらも見てほしいんですけれども、そのアルバブルーとブルーリングもいいなと思ったんですけど、個人的に白いお花が好きっていうのがあったので、だったら今年はこのホワイトをぜひ育てたいなと思って、このニーレンベルギアオーガスタのいいところは、真夏の間でも切り戻しすれば何回でも満開になってくれるっていうことと、ある程度耐寒性があるんですね。-3°ぐらいまで多分大丈夫なので、地域によっては外で冬越ししてくれて毎年お花を咲かせてくれるということで、花壇植えとか地植えにもおすすめなお花です。カラーバリエーションがいくつかあるんですけど、全部同じ性質なので
他の色同士を一緒に植えても同じように成長してくれるっていう扱いやすさもありますし、ふんわり広がって癖のないお花が咲くので、他のお花にも合わせやすくて、植栽に取り入れやすくていいなっていうふうに思います。なんか株とかお花を見ると、ちょっと繊細な印象を受けて、なんか暑さとか乾燥に弱いのかなって思ってたんですけど、ペチュニアよりも手間がかからないっていうか暑さに強くて、乱れたら切り戻しっていう手順はペチュニアとよく似てるので、少しペチュニアに飽きちゃったなとか、冬越し簡単にできる、お花ないかなっていう方にはおすすめかなっていうふうに思います。はい、続いてのお花はこちらロベリアスカイフォールですね。今年発売新登場の PW のロベリアということで、明るいブルーの方を、確か2色展開だったのかな、明るいブルーの方を1株選びました。このポットの状態でもうすでに結構わさわさ茂っていて、これは結構ふんわり大きく育てやすそうだなっていうのがこの状態ですでにわかるんですけれども、一般品種のロベリアって結構夏に枯れちゃうんですね、暑さに弱くって。それでサントリーフラワーズのアズーロコンパクトっていうロベリアがあると思うんですけれども、そちらも暑さに強いですよっていう風な形で売られてるんですが、アズーロコンパクトも僕の生育環境だとやっぱり夏にお花が休んだりとか、ちょっと株が傷んだりっていうことになるので、また秋に咲いてくるとは思うんですけれども、夏の間結構痛みが出るっていうことがあったので、 PW のこのロベリアがどれぐらい夏の間開花してくれるかなっていうのがちょっと知りたいなと思ってこちらを選びました。夏の暑さに強くなりましたっていう歌い文句で出していても、一般品種よりはだいぶ強くなってても、やっぱり真夏の間はお花が休んだりするお花が結構あったりとかするんですけど、このロベリアスカイフォールはどうかしらということで、こちら初めてなので頑張って育てていきたいっていうふうに思います。色がとても可愛いですよね。この薄いブルーがいいなと思ってこの色を選びました。全然知らなかったんですが、これ体感温度がマイナス5度ということで、さっきのニーレンベルギアオーガスタよりも寒さに強いということで、冬越しすれば来年また咲くと思うので、夏越しも冬越しもできれば結構長く楽しめるお花かなと思うので、どれぐらい暑さに強いのかっていうのがますます気になりますね。はい、続いてのお花はこちらサンビタリアスタービーニということで、さっきの寄せ植えで買ってきたお花の中にもサンビタリアあったんですが、こちらは PW のサンビタリアですね。株の大きさが全然違うんですけど、 PW の方が葉っぱも茎もぶっとくてなんかでかいなっていう感じがしますね。お花はそんなに違いはないですけれども、こっちの方がふんわり柔らかい印象で、こっちの方ががっちりしてるっていう感じですね。さっきの繰り返しになるんですけれども、一般品種のサンビタリアは名古屋の夏だと枯れちゃったりとかほとんど咲かないんですね、夏の間。ただこのサンビタリアのこのちっちゃい可愛いひまわりみたいなお花がすごく好きで、同じような形のお花で、メランポジウムがあると思うんですけれども、メランポジウムはちょっとドーム型に結構でかくなるっていうのと、葉っぱが結構大きくて個人的にうるさいなっていう印象があるので、この枝がね、ハンギング向けっていうかね、横に広がっていくタイプのお花で、このサンビタリアすごくいいなと思ってたので、去年枯らしちゃったんですけど、この PW のね、この暑さに強いぞって言ってるこのサンビタリアが本当に名古屋の夏でも開花してくれるんかしらっていうのが知りたくって、こちらを買ってきました。買ってきてない、もらったんですけど、このアンバサダーでいただくお花、自分で選ぶんですけど、多分何ヶ月か前ぐらいから多分選んでて、で来るまでに何を選んだかっていうのを僕はメモとか残してないんで全然覚えてないんですね。なのでアンバサダーのお花が届くまで、苗を買うのは我慢してるんですけど、このサンビタリアスタービーニを頼んでたのすっかり忘れてて、お店で売ってるの発見して、あ、これ欲しいと思ってたやつだ、買おうと思って買って、実はもう一株同じものがうちにあるんですけれども、初めて育てるお花なので、夏の暑さどうかなっていう風な感じで育てていきたいと思います。最低温度0度までということで、先ほど紹介したこちらのベゴニアダブレットが体感温度5度までなんですけれども、霜よけとか、風よけしてあげれば、うちだと外で冬越ししてるんですね。なのでこの
サンビタリアスタービーニーも、このベゴニアダブレットよりは寒さに強いので、ある程度外で冬越しできるんじゃないかなっていうふうに思います。暑さにも強くて寒さにも強いっていうところが、もし両立できていればとても育てやすくて可愛いお花だなと思うので、夏の間もしっかり開花してくれるかチェックしたいので、2株あるんですけど、どちらも育てていきたいなっていうふうに思います。はい、お待たせしました。最後になるんですけれども、皆さん大好きな、ペチュニアカリブラコアの紹介ということで、まずこちらですね、カインズコラボの、このラズベリージャムとブルーベリージャム、お店で売られてるの見たことあると思うんですけれども、これはスーパーチュニアビスタミニブルースターとかと、よくお花の色が似てるんですけど、それよりも、お花が大きくてまた別の品種なんですね。カインズでしか売られてない、全くは別の品種ということで、ただ株が、結構上に伸びていてこんもり育つので育てやすいですし、スーパーチュニアとスーパーチュニアビスタと比べると、どっちかというとスーパーチュニアビスタ寄りかなっていう、この株の感じとかこの丈夫さとか見ると、個人的にスーパーチュニアビスタみたいなお花だなっていうふうに思います。春と秋のうどんこさえ気をつければ暑さとか蒸れにも強くて育てやすいと思います。ある程度耐寒性もありますので、僕は外で冬越ししたこともありますし、お花もスーパーチュニアビスタミニほどではないんですけれども、割と小輪で雨にも強くて育てやすいかなっていうふうに思います。個人的にスーパーチュニアのシリーズでいいなと思うのは、こういう覆輪タイプ星型の模様のペチュニアの中ではこの模様が消えにくいと思います。この白とピンクとか白と紫の割合が暑かったり寒かったりとかすると結構変わったりとかするんですけど、この模様自体が消えることはなくって、他のペチュニアだと模様がすっかりなくなっちゃったりとか、夏の間そういうこともあるので、スーパーチュニアのシリーズはこの星型の模様が消えずにしっかり夏の間も残ってくれるのもいいポイントかなっていうふうに思います。繰り返しになりますが、どちらもマウント型、上に伸びてこんもり育つタイプなので、満開を過ぎてお花が減ってきたら切り戻しっていうのを繰り返してあげれば秋まで長く楽しむことができます。はい、続いてはカリブラコアなんですけれども、こちらスーパーベルのダブルレッド、八重咲きの赤いカリブラコアを選びました。カリブラコアのスーパーベルのシリーズも本当たくさんの色とか品種があるんですけれども、去年はダブルチェリーリップルだったかな、あとダブルミルクレープとかも育てたんですけれども、このダブル咲き八重咲きのシリーズっていうのはスーパーチュニアにはないので、 PW で八重咲きのペチュニアカリブラコアが育てたいなって方はこのスーパーベル一択になるんですけれども、この赤くて八重咲きのこの立体的なお花がいいなと思ってこちらを選びました。実は言うとスーパーチュニアのシリーズに八重咲きはないんですけれども、赤いお花もないんですね。赤と黄色のお花っていうのはスーパーチュニアにはないので、黄色とか赤のペチュニアカリブラコアを育てたいなって方は PW で言うとこのスーパーベルを選ぶしかないっていうことなので、僕は八重咲きで赤っていうスーパーチュニアにはどちらもないこのスーパーベルを選んだっていう風ですね。まあ単純にこの八重咲きの赤のお花が綺麗で可愛いなっていうのもあるんですけれども、スーパーベルの八重咲きのシリーズって八重咲きのお花が安定してるっていうのがあって、夏の暑い時期でもしっかり八重のお花が咲いてくれますし、花つきもとてもいいんですね。あと株もがっしりドーム型にまとまるので、少し株がっていうかね、この枝が乱れてるので半分ぐらいにピンチして植えようかなっていうふうに思ってます。本当ペチュニアカリブラコアって PW 以外にもいろんな品種があるので悩みがちだと思うんですけれども、スーパーベルとかカリブラコアの方が黄色とかオレンジとかそういうはっきりした原色カラーが多いっていうのと、あと耐寒性もカリブラコアの方が若干高いっていうこともありますけれども、まあそこは好みかなっていうふうに思います。僕は今年このスーパーベルのダブルレッドを育てていきたいなっていうふうに思います。はい、こちらが最後のお花なんですが、スーパーチュニアロイヤルベルベットを選びました。こんな紫のお花がもう咲いてます。ほんとベルベットみたいな、このカメラ越しだとうまく伝わるかわかんないんですけど、この濃いバイオレットというかね、この紫色がめちゃくちゃ綺麗で、
本当ベルベットのような質感のお花が咲いてるんですけど、このスーパーツニアは今年の新色ということで、ぜひ新色育ててみたいなと思って選んだっていう風ですね。で、スーパーツニアはビスタじゃなくて普通のスーパーツニアなので、去年僕がラビドビっていう品種を育ててて、その動画も PW 公式のチャンネルにあるので見てほしいんですけれども、ラビドビよりも枝が若干しっかりしてる気がするんですが、まあ性質が同じかどうかちょっとわかんないですけれども、もうちょっと育ててみて確認したいなっていうふうに思います。この株がめちゃくちゃいいですね。徒長せずにがっしりした株ということで、全くピンチせずともこのまま植えようかなっていうふうに思います。こういう濃い色好きなんですよね。さっきのダブルレッドもそうなんですけど、なんか濃くてシックな色の花すごく惹かれるんですよね。夢川な淡い色も好きなんで、まあどっちも好きなんですけど、まあ、淡い色も好きだし、こういう濃い色もやっぱり欲しくなるっていうことで、去年はラビドビとかスーパージュニアビスタのシルバーベリーとか可愛い系の色を育ててたので、こういうシックなお花を今年は育ててみたいと思います。はい、ということで今日は僕が最近買ったりとかいただいたお花を全部紹介させていただきました。ネットでポチったものもあるので、また少し届いたりとかするんですけれども、実際にこのハンギングの寄せ植え作ったりとか、鉢とか植栽に植えてみたりとか、そういう動画も今後作りたいと思いますので、ぜひチャンネル登録して見てもらえると嬉しいです。今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。